昼は女神へとつながる瞑想を始めたいと思います。ショートバージョンです。それでは鼻から息を吐いて、吐き切ったらお鼻から吸って、ゆったりと鼻から深呼吸をしていきましょう。吐く息に今までの疲れやストレスを乗せて、すべて吐き出し切ってください。吸うときはキラッとキラッとした光の分子を吸い込んでいきましょう。全身がまばゆい光で包まれていきます。それではあなたの両手をおへそより指4本分下のところに手を当ててください。子宮の声を聞いていきましょう。あなたの女神性とつながっていきます。私たちの命なも源、クリエイティビティ、創造性が育まれる場所です。私たちが本当の自分を生きていないとき、あまり子宮が潤っていないような、もしくはドキドキするような鼓動が伝わっていないこともあります。それはあなたがマインドで頭でっかちになって、感じることをすっかり脇に置いていってしまったからです。女神は頭で考えて、またいろんなステップを踏んで複雑にするよりもとてもシンプルです。そしてゆとりがあります。どうぞあなたのハンドパワーから光を送ってください。そして子宮にゆとりをもたらしていきましょう。今まで感じることを無視してきてごめんなさい。そしてあなたが存在してくれたおかげで、私は本能で生きる感覚を取り戻しました。子宮を通して私の女神性へとつながっていきます。子宮が動くと、みぞおちにあったストッパーが解除され、そしてさらにハートが開いて満たされて、さらには脳の消化体というところまで行き届いていきます。消化体は宇宙のエネルギーを変換しているところです。この消化体が開いていくと、宇宙からのメッセージを受け取ったり、また至福のエネルギー、エクスタシー、恍惚感とつながっていきます。それが魂の目覚め、覚醒です。思考を緩めて、子宮の声に耳を傾けていきましょう。
それではあなたの意識を目覚めさせていきます。指先を開いたり握ったりして感覚を戻していきましょう。さらに首を反時計回りに3回ゆっくり回してください。首の根元から倒して大きく回しましょう。次は時計回りに回してエネルギーを活性化していきます。最後に手を組んで頭上高く背伸びをしてください。ブルブルっと揺すって手をほどいて脱力。それではゆっくりと今ここに戻ってきてください。お付き合いくださいましてありがとうございました。